着陸体制のブリティッシュエアウェイズボーイング757から200。左舷の主翼の先端に赤い航行灯がついている。ヨットの船首に赤緑の航行灯を組み合わせたものがついている。航行灯は船舶、航空機、宇宙船に設置する灯火の一種。乗り物の位置、方向、状態に関する情報を他者に提供する。広報灯、一灯とも言い、船舶に設置されるものを広海灯、航空機に設置されるものを航空灯という。航行灯の配置は国際条約や行政当局によって義務付けられている。航行灯は通過する他者を照らし出して視認するためではなく、他者によって認識されることを目的としている。1838年にアメリカ合衆国で日没から日の出の間に航行する蒸気船に一つ以上の航海灯を設置することを義務付ける法律を可決した。ただ、この当時は色、可視性、設置場所は指定されていなかった。1848年にはイギリスで蒸気船の原則に赤色と緑色の舷灯、マストに白色のマスト灯を設置することを義務付ける法律を可決した。1849年にアメリカ合衆国議会は公開灯に関する要件を搬送船にも拡張した。1889年にはアメリカ合衆国は衝突防止のための規制を検討するために初の国際海事会議を開催した。この会議によりワシントン会議規則が採択され、1897年に発効した。この規則では蒸気船に第2のマスト灯を設置することが義務付けられた。1948年の国際海上安全会議では長さが150フィートを超える動力駆動船には第2のマスト灯を設置、またほぼすべての船に固定式の船尾灯を取り付けることが勧告された。それ以来、規制はほとんど変わっていない。左右の赤と緑の色はビナクルに設置されたケルビンボールの色に由来する。ビナクルは露天甲板の高い位置に設置され夜間でも後方景気が読み取れるように明かりがついていたのが起源と言われる。1972年に制定された海上における衝突の予防のための国際規則に関する条約の規則 C 部では船舶に要求される公開灯の要件を規定している。公開灯の見え方。2は観察者の方を向いている。4は観察者の反対側を向いている。船舶に取り付けた公開灯により、航行中の船舶は周囲の他の船舶の種類と相対的な方向を判断し、それにより衝突の危険性があるかどうかを判断する。一般に、搬送船は真正面から右舷の真横よりも、船尾側に2点までの方向から見えるように緑色の灯火を同様に左舷側に赤色の灯火を緑色灯、赤色灯が見える範囲の角度から見えるようにマストの上方に白色の灯火を設置しなければならない。動力駆動船はこれらの灯火に加えて前方のマスト灯が見えない角度から見えるように船尾側に向けた第2のマスト灯を設置しなければならない。また、マスト灯が2つ設置されている場合は、船尾に近い灯火は船首に近い灯火よりも高くしなければならない。ホバークラフトや混雑した場所で操縦する一部の船は、視認性を高めるために昼夜を問わず黄色の点滅する灯火を設置する場合がある。1航行灯、2機尾灯、3衝突防止灯、4ロゴ灯、航空灯、赤と緑の航空灯、航空機の外部、照明灯は、航空機の外部に取り付けられた灯火である。それらは通常他者からの視認性を高め、使用滑走路への進入やエンジンの始動などの行動を知らせるために使用される。長らく白熱電球が使用されてきたものの、近年では白熱電球よりも寿命の長い発光ダイオードにとって代わられてきている。航空灯は公開灯と同様に配置される。赤色の航空灯は左の主翼端の前縁に配置され、緑色の航空灯は右の主翼端の前縁に配置されている。白い航空灯はできるだけ後方の機尾、またはウィングチップにある。衝突を回避するために航空機には強力な先行塔が配置されている。衝突防止塔は胴体の上部と下部、主翼端、機尾にある点滅塔である。民間航空機の場合、パイロットは日没から日の出まで航空灯を点灯させ続ける必要がある。高輝度白色先行灯は赤の回転ビーコンと同様に衝突防止灯化システムの一部である。1996年3月11日以降に建造されたすべての航空機は視界不良時のすべて飛行活動に対して衝突防止灯化システムをオンにする必要がある。例えば、プッシュバックの直前にパイロットはエンジンが始動しようとしていることを地上乗務員に知らせるためにビーコンライトを点灯し続けなければならない。飛行中はこれらのビーコンライトは点灯したままである。タキシング中はタクシー灯が点灯する。滑走路に入るとタクシー灯が消え、着陸灯と先行灯が点灯する。1万フィートを過ぎると着陸灯は必要なくなり、パイロットはそれらを消すことができる。着陸時には逆の順序で同じサイクルが適用される。着陸灯は航空機の前面にある明るい白色の前方及び下方を向く灯火である。その目的はパイロットが着陸エリアを見えるようにし、地上乗務員が接近する航空機を見えるようにすることである。国際宇宙ステーションに接近中のシグナス5。宇宙船の後方に航行灯がついているのが見える。下部の黄色灯はこの写真では見えない。スペース X ドラゴンの赤と緑の航行灯2011年にオービテックは宇宙船の外装で使用するための発光ダイオード照明システムを開発した。現在、国際宇宙ステーションへの貨物輸送用に設計された無人輸送船シグナスは5つの点滅する高出力 LED ライトからなる航行灯システムを利用している。シグナスの航行灯は船舶のものに準拠して、機体の左側に赤灯、右側に緑灯、上部に白色灯が2つ、下部に黄色灯がある。スペース X の輸送船、ドラゴンも赤と緑の点滅する灯火を設置している。ありがとうございます。